カトリック・テイネ教会は、北海道札幌市テイネ区前田4条15丁目2の10にあるキリスト教カトリック・札幌教区の教会及びその聖堂札幌教区の6つの地区のうち札幌地区に所属する小教区である。ヌルシアの聖ベネディクト札幌市郊外に位置するテイネ地区は住宅化が進み、演山協会に所属していた。 この地区に住む信徒の数も100名を超えていることから、1962年に1信徒の協力によって2310平方メートルが確保されていた地に、1981年9月27日に札幌市内9番目の教会として建築された。しかし、当時の資金事情から本格的な聖堂を建てるだけの余裕がなく、将来の集会室を当面の聖堂として使用する。 ことにし、木造一部鉄骨の2階建て、総面積498平方メートルであった。建築完了後から、借入金の返済のため新都が積み立てをし、1984年2月に、完済したが、引き続き、新制度の建築資金として、積み立てを続けた。1994年に数年後には50坪程度の新制度を、自己資金だけで、 建築可能という目途が立ったので、聖堂建築委員会が発足した。委員会は、建築に関する信徒の様々な意見を集約、検討を重ね慎重に準備を進めた。設計は、演算協会所属の菊池博明。1998年11月3日に、剣道式を挙行した。聖堂内部の写真、デザインは、ノアの箱舟がモチーフとなっている。制度名は、 聖ベネリクト制度は修正材を使って天井を高く取っており広い空間を作り出している。祭壇は神徒が天井に囲むような配置になっており、祭壇の壁面の修正材の筋替を活かし、宙に浮かす状態で修正材を使用した大きさ3メートル1.7メートルの十字架に復活のキリスト像がある。旧聖堂と新聖堂の間の空間の上部は、 全面ガラス張りの小制堂も建設。小さい子供と母親の部屋となっている。ありがとうございます。